肌に汗がキラキラと光っております。激しい格闘競技、イランが今ポーションポイントを取られました。伊達がワンポイントを追加しまして9対4、その差5点であります。また潰しました。イランのバーズガール選手、ちょっと疲れが見えてきました。10対4になりました。第2ラウンドあと1分です。褐色の肌に光る汗、美しい男の格闘競技です。1分を切りました。ポイントは日本の伊達が10点、イランのバーズガールが4点であります。今ちょっと手をひねったということで伊達がワンポイントを取られました。しかしポイントは伊達の10点に対しましてイランの5点であります。伊達の片足タックル。第2ラウンド、まもなくあと30秒になります。攻めないといけません。伊達の10点、イランの5点です。タックル、コントロールすればさらにポイント追加です。持ち上げる伊達、潰した。さらにワンポイント、11対5、その差6ポイントになりました。金メダルを取った高田選手も応援しています。画面の右下です。さらに今イランのバーズガール選手がコーションを取られました。12対5、伊達圧倒的にリード。また潰しました。また1点追加、13対5、第2ラウンド終了です。小畑監督、そして佐々木コーチがセコンドを務めております。日本の青のコーナーです。伊達選手全く元気いっぱいです。ポイントは伊達の13点。金メダルをかけた対戦です。イランのバーズガール選手はちょっと疲れが見えております。ポイントは5点です。13対5、8点の差があります。金メダルが近づいてきました。いよいよ最終第3ラウンドが始まります。第2ラウンドまで伊達のポイントが13点、イランが5点、伊達担いだ、倒した、瞬間ホールか、どうでしょうか、ホールでしょうか、ホール、ホールです、ホールです。両足タックルから鮮やかにホールしました。第3ラウンドわずかに7秒、伊達金メダルを獲得しました。74kg級で日本の伊達仁一郎選手が金メダルを獲得しました。会心の勝利です。会心のホールです。